はい、坂本です。今回は寝る前にこれをやれば体にいろいろ出てくる老化現象を改善していく理由とその方法を実践していきます。老化現象といってもいろいろありますが、代表的なところで言えば見た目の問題ですね。見た目や姿勢や動き方が悪くて老けて見えてしまうとかであったり、実際に動きが遅くなってしまって老化現象を感じてしまっている、またすぐ体が痛くなったり前より力が入らないなどの症状や、ちょっと動いただけですぐ疲れるようになってしまう、そしてその疲れがなかなか治らないとか、人によっては内臓の調子も最近は悪いといったように、様々な部分で老化現象を感じている人が結構多いと思います。このような老化現象は年やから仕方がないと何もせず自然に任せていれば加速度的に進行していきます。ですが日々の生活の中に軽い一手間でいいですから加えてもらうだけで全く違う未来に変化させられる部分でもあるんですね。さらにこういったことは思い立ったらすぐできるだけ早くやればやるほど効果も出やすく、その先の状態も良くなっていくので、今日から寝る前に1日1個30秒でいいのでやってほしい老化対策を今から実践していきましょう。はい、ではですね、今からやっていきたいんですが、今からやるですねケアというのは1日1個でいいです。それをですね1個ずつ自分のペースでやっていってください。とか気になっている部分だけをやってもらうとかだけでも構わないです。そして運動ではなくてあくまでケアになるので、痛みとかですね違和感がある人もやってもらっても構わないんですけれども、とはいえやった後ですねやはり調子が悪くなるという場合はですね、それはやらないようにしておいてください。じゃあまずですね一番最初やってほしいことなんですけれども、見た目の問題ですね。見た目が特に老けて見えてしまう原因の一つにですね、よくあるのがこういう風に曲がってしまう姿勢ですね。こうなるとたとえ同じ顔で同じ年齢の人だとしても、こういう風に立っている人に比べてだいたい10歳ぐらい老けて見えてしまうと言われています。なのでむちゃくちゃ単純に言うとですけれども、こうなってる人がこう戻るだけで見た目が10歳若返る、さらに姿勢も良くなっていく、つまり全体的なですね見た目が若くなる方向に持っていけるというわけなんですね。まずですねこういった基本的なところですね押さえていってほしいんですね。細かいここの部分がとかそういうのもあると思うんですけれども、全体的なところですね、木を見て森を見ずにならないようにそこをやっていってほしいんですが、こうなってしまう原因なんですけれども、まず大体の人がですね支えられる力がないからこのように曲がっていってるって思う人多いんですけれども、実際ですね支えられる力がなくて曲がっていってる人ってそんないないんですよ。若い頃からこういう人とかも結構いるわけですね。じゃあ若い人がもうすでに自分のこの体を支えられないぐらい衰えているのかというと、そんなことはまずなくてですね、これ支えられなくなるっていうのはですね、もう今すでに車椅子とか寝たきりとかですね90とか100とかですね、それぐらい高齢とかじゃない限りはまあまずないんですよ。じゃあなんでこうなるのかというとですね、どっちかというと支えられなくなっているんじゃなくて、固まって筋肉がですね縮まってしまって伸びなくなっているからこのまんまになっていることが多いんですね。で特にその時に曲げる、この体の前側の筋肉ですね、曲げる力が強い筋肉はどこかといえばここお腹なんですね。この筋肉がこのように縮まって曲がってしまうから伸びなくなる、腹筋する時もここ曲げますよ。これがこのまま固まって伸びなくなってるからこういうような体勢になっていることが多いんですね。なのでまずはですね寝る前にここをですねしっかり伸ばしていく、これですね今から30秒2セットやっていきたいと思います。はい、このように仰向けに寝転がってもらって、膝をですね両方立てたまま寝てください。この状態でですねおへそあるんですけれども、おへその横にですね手をこのように置いてください。そして置いた状態でちょっとグッとですね押して上下にこのように揺らしていきます。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。おへその横にですね手を置いてグッと押してこのように上下に押す。そしてこの時にお腹の力を抜いておいてください。これでですねお腹の筋肉を緩めていきます。硬い人はこれを押してこのように上下に動かしているだけで結構痛いと思います。はい、 OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。
はい、じゃあ次ですね、やってほしいケアなんですけれども、最近ですね、いまいち内臓の調子が良くないとかですね、すぐ疲れたりとかですね、だるさが取れないとかって言ったりする原因はですね、結構自律神経が関係していたりすることがあります。なのでこういった症状の場合はですね、自律神経の乱れをですね、整えていくということをやっていくと、もちろんそこに病気があるとかじゃない限りはですね、改善されていくケースっていうのが多かったりします。そしてですね、この自律神経というのはですね、この背骨ですね、ここの動きとですね、密接な関係があります。ここが固まって動きが悪くなると、中の神経の動きも悪くなってしまってですね、自律神経の乱れにつながっていきやすいんですね。そして結構年齢がですね、やはり上がってくると、ここもガシッと固めて動かさなくなっていくので、特にこういったですね、ひねるような動きとかですね、やっぱ背骨がこういう風に動くことによってやりやすくなる、この動きもですね、できなくなっていきやすい人が多いんですね。そうなってくると、このような症状というのが現れてきやすいので、寝る前とかにですね、これをやって背骨を動かしてから寝るというのをやるだけで、そこから先変わってきたりするので、しっかりやって自律神経を動かしていきましょう。じゃあですね、このように寝転がってもらって、膝を立ててもらって、手をですね、このように上に上げて、そして組んでください。この状態で背骨をですね、回すイメージを持って、背骨で体をですね、このようにぐるぐると動かしていきます。実際にこの時に背骨が動いてる動いてないはいいんで、イメージですね、イメージでこの背骨をぐるぐると回すイメージで、こうやって手を動かしていく、こういうイメージを持って30秒2セットですね、今からいきましょう。この時にですね、目もできるだけまっすぐですね、前を向いておいてください。こういう風に頭を一緒に動かさないようにですね、できるだけ手だけをこのように動かすイメージでやっていきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。後ろの背中、背骨ですね、ここを動かすイメージを持ってください。腰の背骨とかですね、そういったところはあまり動かないので、主にこの背中ですね、ここの背骨をですね、動かすイメージを持ってくださいね。はい、 OK です。じゃあ次はですね、老化現象の主な原因の一つとしてですね、全身の血流不足というのがあります。血液というのはですね、全身の体温をですね、しっかり維持して免疫力を上げて病気になりにくくするという働きの他に、全身の細胞にですね、栄養を届けるという働きもあるわけなんですね。さらに体に溜まった老廃物とかをですね、流していくという働きもあります。なのでこういった流れが悪くなってしまうと、細胞にそもそも栄養が届かなくなるわけですから、細胞は弱っていき、それが老化現象につながってきますし、老廃物の流れも悪くなりますから、その部分の老化というのも進んでいきます。さらに体温も下がっていくわけですから、いろいろな免疫とかですね、病気にもかかりやすくなり、そういった意味でも体は冷えると老化がですね、進んでいくようになります。なので全身の血液をですね、しっかり常に流れる状態にしておくというのは、老化現象に対してすごく大切なことになってくるわけなんですね。これも常に意識してできているという人はですね、構わないですけれども、そうじゃない人はですね、まず最初のステップとしてですね、寝る前にですね、少し血液を流してから寝るという風にしてもらうだけでも、その先は変わってくるので、今からですね、そのケアをやっていきましょう。このように寝転がってもらって、手と足をですね、このように上に上げてください。この状態で手と足をですね、このようにブラブラと振っていきます。これをですね、30秒2セットですね、今からいきましょう。できるだけ力を抜いてですね、手足をブラブラと振ってください。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。
はい、では今回の動画を参考にしてこれからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。